函館前半の様子、夕日の景色と回転寿司がうまかった。ここから後半スタート、夜露がすごくびしゃびしゃです。いつも朝はコーヒーですが、気分的に紅茶にしてみました。昨日は夕日の道を回りましたので、島巡りの道を回ります。回るのに50分ぐらいです。朝方は霧があり、なかなか良きかな。しばらくすると霧も晴れ、紅葉が綺麗ですね。水面の反射が綺麗に撮れて満足。タス紅葉の色が映えます。ベース基地に戻ってきて朝食にします。昨日の夜にテイクアウトしたチャリニーズチキンバーガー、函館来たらこれでしょう。散歩などを行動すると暖かいが、座っていると寒いのでスノーボードウェアを着込んでいます。寒いのでストーブが恋しい。いいな。ですな。コーヒーを入れて温まります。もうそろそろ撤収しますか。帰り道、もうすっかり秋の中山峠、今回はこれで終了。